これなんか温めたら全然ちゃうから。お前これレモンの方ちゃうかよこれ。ごめんなさい。あ？おい！どうも、かまいたちです。ウスキリ、ウスキリ、ウスキリ、ウスキリ。さあ本日は、はい、クリスピークリームドーナツを食べてみよう。全種類揃えてくれた。全種類。はい。なんかやっぱ関西の人間なんで、うん、クリスピークリームドーナツ、ミスタードーナツって言ったらやっぱミスタードーナツ馴染みあるよね。行ってしまう、うん、この足が向いちゃう人間なんですけど、クリスピークリームドーナツ初進出の時はね、大阪にね、大阪やばかったですから、めちゃくちゃ長蛇の列できたから、ニュースになってたから、東京から来たクリスピークリームドーナツいうのがうまいらしいぞーってなって、うん、3時間待ちとかやったからな。あのイートインスペースな、うん、やばいやろ、心斎橋筋にすごい列できてたって。あの大阪の人しかピンとけえへんかも分からへんけど、心斎橋の商店街できて、うん、そっから商店街飛び出して御堂筋まで並んでたからな。で警備員がこう何分待ちですみたいなこう立て看板持って、うん、すごいよね。でなんか品のあるおばあ様が、うん、あまりにも長蛇の列やから、その警備員の方にこれ何の行列ですかって聞いて、うん、ドーナツですって言われて、ドーナツですかって言ってた目の当たりでした。それは分かんない人から、うん、意味分からんやろ、3時間もドーナツ待つっていうのはな。それぐらいの人気だ。でもやっぱ、でもそれ以降やっぱ食べるようにはなりましたけどね、うん、やっぱあのシンプルなやつ、それが一番うまいよ。オリジナルグレースと、はいはいはい、が一番よく見るかな。結局だからもう何やろうな、うん、そのこんだけわーっと豪華なのあっても一番最初にそっちの行ってまうよな。うんうんうん、うん、あとなんかこのクリスピークリームドーナツだけ他のお店にさ、うん、冷凍庫あってスーパーとかになんか曲がりみたいにしてるのか、うん、あれなんでなんやろ。スーパーにこうクリスピークリームドーナツレジ横とかに、うんうんうん、そう出張クリスピードーナツみたいなのがあるそう、うん、クリスピークリームドーナツだけやねん、あれ許されてんの。あのシステムいいよな、あれ。いいですね。なんかあの会社とかでさ、うん、こっから自由に取ってくださいみたいな、はいはいはい、ヤクルトさんのスペースあったりとかあるけど、うん、クリスピークリームドーナツは珍しいよね。でも結構いろんなスーパーで見るよな。結構いろんなって言ったけど俺2個しか知らんけど2個あったら2個あったら十分。食べる？食べてみよう。食べてないの行こう。まあな、オリジナルのやつはもう普通にうまいの知ってるからな、うん、このオリジナルとかこのシナモンとか、俺シナモンおっさんになってからめっちゃ好きだったわ。カレー食べ出すようになってからやな。あ、シナモン、シナモン食べるようになった。はあ、それまであんなーと思ってたけど、カレー作りの時に油をシナモンで香りバー出すねんけど、うん、そっからもう大好きだったな。めっちゃシナモンついてない？あんま好きちゃう？もうあんま食べないシナモンの。へえ。すんごいついてるな。シナモンうまいよな。一応今一番新しい、はい、昨日か一昨日ぐらいこの収録時点で出たのがスイカっていう、この上のスイカリングとキウイリング、夏やねー。これが一番今新しいやつ。じゃあちょっといただこうか。俺キウイ、キウイ好きなん？キウイあの実家いる時に、うん、朝ごはんおじいちゃんがずっと作ってくれてたよ、朝ごはんは。でその時にキウイをなぜか俺めっちゃ好きとか別に言ったことないのに、うん、キウイを毎回時期になるとデザートで、うん、ご飯とデザートでやってくれてた。へえ、夏の食べ物かキウイな。なんかな、うん、スイカいただきます。はい。ちゃんとスイカのフレーバーですね。スイカの味になってんのや。ホワイトチョコやて。そちらうまい。私キウイいただきます。うん、キウイフレーバーは、キウイフレーバーもちろん来てるんですけど、あの、うん、なんていうの、酸味、うん、キウイの、うん、酸味をめちゃくちゃ表現してる。甘いだけじゃなくてフレーバーで、うまいよな。キウイの酸味がすごいある。表面のなんかツルンが気持ちいいコーティング、うん、そういう気持ちよさ実際にツンツンしてる。うん、美味しいね。スイカの種をチョコチップでやりだしたんで、やっぱスイカバーやんな。 そのイメージですね、こういうの。へえ。でスイカバーの種をチョコにしてるっていう発想に驚いた記憶あるもん、小学校の時子供の頃にビビったんや。嬉しいって思った。普通のスイカなら煙たがられる種を、うん、こっちから探しに行ってる自分に驚いたよな。
驚いたよっていうスタッフどれぐらい。いやそんなおらんねん。森下と三原さんしかおらんねん。2人でやってるスタッフ自体が、うん、さあ次どれいこうかな、うん、これ気になってんねんけど、この焼き、ちょっと見てみるな。焼きプリンみたいなやつ、焼き目がついたやつね、うん、これ何？ブリュレグレーズドカスタードって、あ、中に何か入ってるっぽいぞ。なんだそれ。オリジナルグレーズの表面を焦がしてカリッとキャラメリゼ、中には甘さ控えめなバニラ風味のリッチなカスタードクリーム、おー、こんがり香ばしいグレーズとふんわり生地、とろーりクリームが溶け合って、まるでクレームブリュレのような。どっちやねんこれ、いつも思うけど。ここにはクレームブリュレって書いてるけど、クリームブリュレって書いてる店もあるし、どっちやねんこれ。どっち？どっち？正式にはクレームっぽいよな。だってクリームブリュレをクレームブリュレにする意味わからんもん。クレームブリュレって聞いてクリームブリュレに変換しても気持ちはわかるけど、うん、クリームブリュレをクレームブリュレに変換する気持ちわからんもん。どっち？どっちか。僕は英語のアと A のなんかあの発音と一緒でカタカナ表記づらいっていうだけで、どっちも正解かなと。なるほどな、はい。日本語に落とし込めてないってことか。はい、日本発信じゃないんです。スーケルかシュケルかってことね。それ何、スーケルって。あのワールドカップのクロアチアの得点の選手、うん、シュケルかスーケルしたらそういうことかなと思います。トゥーリオかトーリオみたいな。トーリオなんか言ってる人いた。昔見取り図のリリーが言っててんけど、よう考えてくださいって、あのトゥーリオの漢字表記、うん、めちゃくちゃおもろいですよ。戦うのトウをトゥーにしてる、うん、ちっちゃいウーにしてんのめっちゃおもろなやつだって。めっちゃおもろな記憶あるわ。あれをトゥーにしてる。戦うトゥーコンってことだからな。トーコン、燃えるトゥーコン、トーコンじゃなくて、うん、でもいけるってことだから、あれを許してしまった。そういうこと。じゃあちょっといく、山内さん、そのクレームブリュレかクリームブリュレか知らんけど、うん、どっちにしよう。その横のさ、レモンバターっていうのも同じ。あ、オリジナルグレーズドの表面を焦がしてカリッとキャラメリで、中には爽やかな酸味の、レモン果汁と風味豊かな発酵バターを加えたフィリングをたっぷり詰めました。香ばしいカラメルと甘みのレモン、甘みとレモンの酸味が絶妙にマッチした大人スイートな味わいです。いいね。どっちがいい？まあ、俺でもカスタードいこうかな。じゃあカスタードいこうかい。カスタード、これ何？カスタードが刺さってるこれ。これがじゃあその、え、これは何？それがレモンじゃん。今言った。あ、なるほど、ね、表面とかは同じ状態でっていう、うん、じゃあこれちょっと焦げてるってこと？なんか甘いっていうちょっとお客さんの声があったりとかして、うん、でそれでちょっと苦味を香ばしめにやってるっていうので、なんか新しく作られて。お前に何がわかんねん。いや調べたんやろ。内部の人間のような喋り方。え、だからカンブリア調べたんやんな。情報ですけど、そっからちょっと、うん、カンブリア宮殿。カンブリア宮殿でちょっとなんか、え、クリスピークリームドーナツの母体の会社がカンブリア宮殿っていうの？あ、違う違う、カンブリア宮殿で見た情報です。何カンブリア宮殿って？あの番組や。番組です。え、企業。誰がカンブリア宮殿やねん。違う、いじってない、いじってない。全然ボケてもね、全然いじってない。ちゃんとある番組。カンブリア宮殿って有名な番組や。一つの企業をちゃんとピックアップしてする。ああ、あれかいな。いやいや、知らんかったよ。カンブリア宮殿は結構有名や。じゃあ俺これいただきます。クレームブリュレ。はい、重い。どっちのイメージ食べんの？クリームブリュレかクレームブリュレか。クレームブリュレの方でいこう。本場の方でいく、うん、いただきます。どう？ん？お前これレモンの方ちゃうやこれ。ごめんなさい。あ？おい！なんか、これカスタードちゃうやろこれお前。焼き目の話なやったんやお前。びっくりした。なんやこのカンブリアの話。おい、描いてよ。これレモンやろこれ、このクリームの感じ。お前クレームブリュレしてるな。おかしいやろ。クレームブリュレしてるわ。いや、クレームふざけんなお前、カスタードや思って食うとんねんからお前。クレームブリュレやこれは、間違いなく、うん、これは多分レモン、ほんまにレモンのレモンバターの、うん、酸味のやつ。酸味が来てます。あのレモネードの感じ、中に入ってるのが、うん、レモネードの時にさ、母体となるなんかこう溶かすやつあるやん。ジャム、レモンジャム。レモンジャム、うん、レモンジャムが中にこう入ってるような感じかな、うん、へえ、うん、美味しい。外がすっごいコーティングされてる。俺ちょっとどれいこうかな。ストロベリーミルクいってみるわ。はあ、
普段自分で買わない。買わないな。なんかミスターマリックさん監修らしいよ。え？ねえ、その白のライン。白。なんでマリックさんのそこに落とし込む必要がない。ピンク色で。そうやったら黒でやるやろ。ピンクがいいって言ってんて。なんでマリックさんが。そんなとこだけ意地張る。ピンクがいいって言って。言わへんやろ。そんな関西弁で。言ってんて。黒で上がってきた時に。いただきます。あ、どう？ストロベリー、まあ、ストロベリー味がすごいってことか。意外にめっちゃ甘いとかじゃない。ああ、中にミルククリームって書いてある。うん、うん、なんかカスタード的なとか、うん、生クリーム的な甘さじゃなく、うん、ほんまミルク感の甘さやから、うん、めっちゃ甘いやんなんかと思ったらそんなにあっさり食べれるやつや。ほう、なるほどね。これはなかなか男子勝負いかないな。いいね。それのちっちゃいのもここにあるってこと。これはまた違う。これは入ってへん。それまた違うと思います。あれ入ってるもんね。ストロベリーのやつと。あ、そうか。これはこれで1個なんや。これミニパックって言って10個入りのサマーミニボックスハーフ10個入り。サマーウィボックス。いや、サマーミニボックスハーフ。ウィーク入ってきない。サマーウィボックスハーフか。入ってけへん、あの関西人。お前ウイちゃんのことか。あの関西人、あの関西人、あの関西弁きつい女の子や。あの関西弁きつい女。おいしいね。ちょっと俺このオールドファッションチョコレート、おお、ガーナ風カカオブレンドのココアパウダーを練り込んで風味をアップしたケーキ生地にビターチョコをコーティング、はい、ココアとビターチョコのバランスがチョコ好きのハートをつかみます。温めるとガトーショコラみたいな濃厚な美味しさに。なるほど、ね、なるほどね。このねオールドファッションチョコレート、このオールドファッションっていうのがミスドさんにもあるやんか。ある、 あるで、チョコレートでコーティングされてるのもミスドさんにもあるの。どっちがうまいかっちゅう話ですわ。これはなかなかの時代をぶち上げた。行きます。女も同じとこでやってんねんから。勝手に一人でぶち上げたで、ね、どっちがうまいかや。どえらい時代ぶち上げたで、ね、これすごい。いただきます。ほら、うん、ちゃんと味わってちゃんと審査してよ。さあ、どっちがうまい。言い訳。なんやねんこいつ。自分ででかい。どっちもうまい。どでかいのぶち上げといて。選びません。何そのエンディング。どっちも美味しいです。こびへつらいやがって。すごい。やっぱミスドさんにはミスドさんの良さがあるし、クリスピークリームドーナツさんにはクリスピークリームドーナツさんの良さがある。どっちもうまい。上のとこでの引き分け。うわ、まだまだ媚び売ってる。普通でもええのにまだまだ媚び売ってる。これは選べない。すごいなお前。じゃあ私ちょっと1個いかせていただいていいですか。はい。チョコクランチ。おお。これね、ミスドさんにも同じようなゴールデンチョコレートっていう周りにクランチ系のやつついたやつあるんですよ。ある。どっちがうまいねんちゅう話。誰も言ってないよ。自分で言い出してる。どっちがうまいねんっていう。あるよな、ゴールデンチョコレートみたいような雰囲気の。いきます。同じよ。味わって、もう忖度とかなしで忌憚なきお前の意見ぶつけたれ。どう。どっちもそんなに。どっちもそんなに。どっちにも喧嘩売ってる。どっちにも喧嘩売ってる。どっちか選べばどっちかには好かれるのに。どっちにも喧嘩売る。変なことしてる。どっちか選んだ方がいいで、それやったら。なんか呼び込んで勝負しようとしてる。こんなビッグ企業2社相手に。うまい。どっちもうまいよ。ほら、選べませんわ。これうまいわ。ていうか今これどこの会社もこのテイクアウトとイートインで値段違うっていうのは。それ軽減。どこの会社もっていうか、そのだいぶ前から軽減税率のやつ。そうなん。イートインか持って帰るかで全然違うの。生活に即してるか外食として見なされるかでっていうのは。最近日本来たん。かなり前からやの。あ、そうなんですか。あ、中国人になってる。うわ、懐かしい。うわ、懐かしい。なかなか日本来れなかったので、ちょっと分かりませんでした。うわでもこれだけは言わせてください。まさかクリスピークリームドーナツが好きだから。最後のそれ俺いつも冷めんねん。何が冷めんねん。何時のこの
ドラがないからない時はある感じでこう、この横揺れとかいやいやいや見てる人がね浮かびやすいようにしてんの。ちょっとあと気になるのがふわっとろドーナツって言って、なんかふわとろドーナツあるかいな、そんなもん。箱に書いてるんですけど、レンジで8秒っていうのをしてて。ほう、どれを？多分どれでもチョコ系とか。どれでもいい。店舗やったら温めてくれんねん。で、お店、そうです、お店でも結構それをなんか、店舗で、それこそこのオリジナルのこれなんか温めたら全然ちゃうから。いや、やってみようよ。やったことなければ、なんかそんなことも聞いて。やってみよう。どれがいいかな。シンプルに分かりやすい、このこれ、あのオリジナルグレーズドとチョコ系いってみる。じゃあチョコ、これをこっちに入れる。ん、え、これを なんで弾くの。これをなんで弾くの。入れさせたくないんか。これをこっちに入れる。ちょっと触っていい。はい、限りなく最小限の触れる面積にするから、うん、最小限。お願いします。はい、これニューヨークチーズケーキって書いてた。これ食べてみようか。中に入ってんの、なんかチーズケーキの味付けになってるってことだね。うまい。はい、山さんシンプルなやついき。じゃあ、あったかいうちに。あ、熱っ熱っ。こんなあったかい状態で提供されるの。いただきます。ふわ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 ちゃん、ふわちゃん全然違う。俺こっちで食べた方が好きかも。コーティングの硬さが取れて、若手漫才師からベテラン漫才師になったような、あ、柔らかみがあります。漫才スーツビシッというよりは、うん、スラックスになんかジャケットになった感じの、うん、で、あのネタもビシッってするんじゃなくて、うん、もう客いじりして、うん、時事ネタちょっと喋って終わりみたいな。あかんよ、そんなあかんの。本ネタビシの方がええやん。時事ネタちょっと言うて、客いじりで終わるって最低やないか。めっちゃコーティングされてる。どうや、これチョコレートのやつもすんねんって。全部ってことやんね、種類を。お好みでというか。どう、俺は賞味温めた方が好きかもな。オリジナルのやつはもちろん温めたことあったけど、うん、この辺もまあこれは好みによるかもわからないけど、温めた方がうまいな。やっぱおっさんになったらやっぱあったかいものの方がええっていうのはあんねんけどな、うん、基本として。そう、お弁当とかもちょっとあったかい方がええから。絶対温めた方がうまい。うまいね、温めるの。手だけこうなるけど、チョコの場合はね、その価値がある。ほんまにさっきの感想と同じ。カッカチの若手漫才師の4分ビシッっていうネタじゃなくて、こうやっぱちょっとベテランになってカチッってした漫才っていうよりは、もう前後の組のネタちょっといじってわーってジジネタ喋って変えるような。ほんまに一緒やし。そういう漫才の表現としてあんま良くないの、それ。あ、ようなったなっていう印象はないで。前の組がやってたやつちょっといじって、その後自信ネタと客いじりやろ、うん、そんな漫才師よくないやんだ。いや、その感じがすごいなんかいいね、うん、そっちの方が。ほんでなんかウケへんな今日の客みたいな感じで変えるっていう、うん、文句言ってるやん、客イメージよくないやん。よくなったっていうイメージがないやん。これは好きやな、こっちの方が。チャンネル登録お願いします。おいしいおいしい。もうでももう食べれません。今日血液検査あったら数値おかしなってるやろなぐらい血糖値上がってる。この後は森下が美味しくいただきます。一人で食べれる森下これ。いろんな人も大丈夫よ。デブの三原。何してんねん。短パンでな。夏短パンでしてんねん。